お待たせいたしました。裏折れって議論する。裏木チャンネルです。今回、BGM が、ちゃんとの BGM 入っております。ぐるぐる <laughs> はい。はい。で、今回なんですけども、今回の裏木チャンネル、まずお題からいきます。裏折レっ練習取材を行った高根に開幕に向けていろいろとしま,しまくるライブ。そうしましょうそうしましょうそうしましょう <laughs> はい。 はい、もういい加減にします。<laughs> <laughs> ということで、まずゲスト、今回のゲスト、高根です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介お願いいたします。はい、裏は一筋。 1992年 J リーグ開幕半年前からずっと浦和列を追いかけてます。河合隆子です。現在は浦和、えー、フットボール通信、浦レポでいろいろとコラムとか記事を書かせていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、続いて、早速ですけども、今回あの質問しまくる前に質問として、あの、 練習取材として SC 相模原戦2月13日と2月17日の練習を取材されたということでよろしいでしょうかはい、そうです。はい。じゃあ早速、いろいろ今日1時間の予定しておりますが、先にこちらでいろいろと質問させていただいて、最後に質問コーナーという流れていきたいと思います。じゃあ早速、<laughs> 高根いろいろと質問しちゃうぞということで、一番皆さん、ツイッターで先に募集もさせていただいたんですけど、一番多かったのが、うん やっぱり、コーロキ選手の回復状況。<ー>ま、回復、開幕に間に合うのと。一応なんか報道によると、多分2月の17日ですよね、多分一斉に報道陣に公開されたのが。その時にはなんかこう、ボールを蹴ってたという情報がありましたけど、そのあたり実際に見られた高値いかがでしょうか あの沖縄キャンプでもボールを蹴ったっていうような情報がこちらの方にも入ってきて、うんはい、蹴ってる興力選手の写真とかが届いた時にはすごく嬉しくってえ早くないっていうようにねちょっと思ったんですけど全治3ヶ月っていうふうに言われてたんでかなり急ピッチで回復してきてるなっていう印象は受けました。で実際にに日の練習を見た時に、はいあの 今週から部分合流をしましたっていうようなお話だったんです。で、はい、アップでもこう走ってる姿とか、こうみんなと一緒にね、ボールを蹴ってる姿とか見てて、で、アップの中で先日練習で、シャドートレーニングっていうのを行うんですよ。要するに、スタッフをピッチの上に立たせて、 相手の夫人のようにね。うん、普通、あの、人型人形みたいなのあるじゃないですか。はい、ああいうのをこう、ディフェンダーで、フォーバックとかって言って置いたりするんですけれども、あの、人、実際に、平川コーチとか、いろんなコーチ陣をこう、立たせて、そこで、本気でそのコーチ陣がプレスをかけに行くわけではないんですが、一応こう、プレスをかける、軽く。はい。そういうところの、まあ、シャドウトレーニングで、高力選手がボールを蹴っ てコンンンビネーーシションプレををやってるシーンを見ましたで<ー>具体的にはあまり言えないんですけれども、はい、右サイドからのクロスに本当に素晴らしいうわ背筋がゾクゾクっとするような興梠選手らしいダイレクトの右足のボレーシュートをゴールに叩き込みました。これはいけるな っていうふうに思って嬉しくなったんですけれどもその後紅白戦が行われましたがやっぱり対人プレー紅白戦になるとね、はい、結構白熱しててガツガツくるじゃないですかお互い、はい、そこの対人プレーは申し訳ないですけれども避けましたじゃあその部分合流っていうのは逆に言うとその紅白戦最後のところ以外はもうほぼ全部合流してるっていう意味なんですか、はい おその時やっぱりトーマス・デン選手もちょっと、ね、怪我の関係で合流が遅れてたじゃないですか。はい、でトーマス選手も興6選手と一緒に今週から部分合流っていうことで、はい、紅白戦は選手と一緒に外れました 1>, お<ー>で1個違うのは、興6選手はもう完全に外れて、こうゆっくり歩きながらクールダウンしてるっていうような雰囲気で、途中止まって。 で紅白戦の模様をじーっともう食い入るように見つめてる攻撃選手の姿があったんですけどトーマス・デン選手は反対側のコートでボールを蹴ってましたあ<ら>、ね。ということは回復具合はちょっとトーマス・デン選手の方が上なのかなーっていう印象でしたね。 うん、私これはあくまでも私の意見です。はい、高値がここまでも27年でも、開幕から、J リーグ開幕から見ていたこう経験から、あう加藤のけが人を見てきて、<験>いいそう、比較すると、はい,いピッチに立て、お前行くぞって言われたら、高力選手いけると思うんです。はい、90分は無理ですよ、はい、もちろん。 まあ、15分とか10分とか限定的にいけるとは思うんですでもそこで無理をして万が一どっかこうね痛い方をかばいながらやってまたね全然大丈夫だった方にこうバランス崩してね、うん、とかっていうふうなことを考えると段階を踏んで試合に っていう風な方がいいんじゃないかなってい。まあ、そうですね。で、今週末に練習試合があるんですが、はい、この部分、はい、非公開なので。はい。うん、そうなんだ。メディアに対しても非公開なので、あの、どうなるかっていうのも全然わからない状況。です。で、そこってどうだろう。でもなあ、十七日の段階で対人をやってない。 っていうことは無理をさせないで、うん、しっかりと完全な形でピッチに送り込むことをチームとして考えて、うん、メディカルスタッフがもう最高の準備をしてるんじゃないかなっていうふうには思ってます確かに何か、ミシャ時代になんか優勝がかかってる試合で無理やり攻略選手を出したらすぐ何か誰かにぶつけられてまた怪我しちゃった。 でさらにガンバ戦だったら、ね、優勝がかかってて興梠選手、はい、確か骨折してたんですよねその時、はい、で骨折してもう間に合うように間に合うようにって必死になっててで自分の足がどうなってもいいから浦和のために戦いたいんだっていうふうに言ってたんですけど、うん、やっぱねでうーん 思ったようなパフォーマンスは正直言ってやっぱ無理しちゃいけないんだよっていうのをねご本人も感じたと思いますよあの時です,、ね、ですからね今ね浦和としては非常に厳しい状態っていうのは分かります,す、ね、普通だったら全然休んでもらって構わないんだけどねえそういうことレオナルドが本当にいるならみたいなでも今後の興梠選手 これはもう私個人ですけれども、小黒木選手に、あの、二桁連続ゴールと得点王を私は取っていただきたいっていうふうに思ってますんで、思ってますんで、<laughs> ですから、もう最初の2試合、3試合ぐらいはちょっと、万全な体制がなるまでは慎重に行きたいなっていう,うい。これ、じゃあ、ベンチリもしないで、 行った方がいいような感じの高値予想って感じですかね。それとも、年期ぐらいはするかも。年期、うん、は、突然のあたりからかな。突スは3月6日、うん、確かにですね、1週間遅れぐらい、うん、あれやそうですね。1週間遅れ、だって、ね、結構早い回復状況を見せてりるけど。そうですね。3か月だった12月の最終戦かなで、けがしちゃったんで。戦ですよ だから、普通だと3ヶ月だとしたら、まあ三月。3月の中旬。で、コンディション上げて4月ぐらいでしたもんね。ね当初の予定だと。そう,そ,うそうすると1ヶ月以上早いみたいな。さすがですね。怪我は打撲だったんでしたっけいや、打撲じゃなかったですよ。ちょっと待ってね。ノート見ないと。 ちょっと調べていただきたいんスパチョをいただきまして。はい。じゃあ、なんか効果音をぜひありました。ユうジさん。じゃあ、ひこつ。あ、今、ゆうじさん。あ、パワープレイさんです。こんばんは、楽しみ待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。三菱重工さん、やってきてくださいました。近藤無線さん。お魚からこ血を吐いてる。 そっラウンドメイプルさん開幕楽しみですね。あそうか明日06戦。からなのかチケット相談制なんです。よ。明日十、うん、あれあのあれです。シーチケの方から十二、うん、時からかな。皆さん頑張ってください。うん、一応一万八千人が登録したんだっけそうなんですか。ああ。で、チケット二枚と考えると3万6000、3万六千分の五。 確かに結構な争奪戦だな。で、最初ダイヤモンドとかそういう感じですもんね。ダイヤモンドからいって、うん、あ,あ、そっかそっちからか。はい。続いて 5, 6, あ,あもう、もうちょういく CK さん、すごい。高根こんばんは。楽しみにしてました。どうも、コーーックだ、CK。うん、あ、んな<あ>ナーキックから点欲しいな。いや、ほ欲しいですね。うん、でもう一つあった。はい。な 川村 T ティさんもコメント出しありがとうございます。ありがとうございます。いますはい、皆さんどうもありがとうございます。うん、じゃあ、ちょっと高めで <laughs> け<な>怪我情報。ムサカ大佐が手術したよねって書いてありますけれども。はい、これか。あ、これか。うん、はい。ねあ、そうです。手術しました。そうか。手術してその速さなんだ。そう。だからね。うん、すごいな、あの年齢で。 すすごいいと思いますよですからね、うんうん、無理、無理させたくないっていう、得点を取るためには、浦和、うん、のためにね、ねそりゃあ確かに開幕ダッシュはしたいっていう気持ちもありますけれども、ここはちょっと杉本健勇選手に、もうね、<お>杉本がハットトリックとか決めりゃ、ゆっくり休んでもらってていいもんね。武藤選手だっていますしね。はいうん もっちーさんがこんなコメントが、金融イヤーで手のひら返す準備はできてます。いや、もうバリバリできてるよ、<laughs> 俺も。<laughs> いや、杉本選手からは、金融、はい、イヤーという言葉はまだ私は引き出してないので、なん、はい、とも言えないです、ね。金融イヤ金融イヤー。ヤはい。手のひら返します。はい。 じゃあちょっと今日たくさん質問を用意したんでパシパシ聞か、はい。続いてが SC 坂上合わせに出場しなかった選手たちの状況編ということで、ちょっと先にお話しされてたトーマス選手は、デン選手は、じゃあ同じく、コール選手と同じく別メニューだけど、もうちょっと早そうっていう感じですよね。いや、これは嬉しいね。 こうちょっと期待したいですよね、うん、トーマス・デン選手。うん、それで、反対側のコートでボールを蹴った後、ちょうどこう、取材陣の前を通ってロッカールームに入っていったんですけど、その時いっぱいボールをこうね、えー、肩に担いで歩きながら、ね、片言の日本語で、こんにちはーとかって言ってて手、手をこうやって振りながら前を通って行ってくれたんで。<お> <laughs> 嬉しかったです。日本語も慣れてきた感じですか？うん、だいぶ慣れてきましたね。ーんなんかこういつの間にかこう外国人選手が一人になっちゃったじゃないですか。大なんかこう仲間にちゃんと入れてますかトムス選手トミは？トミ大丈夫ですよ。あ良かったよかった,かった、まあ。性格も明るそうだしな。うん。楽しそうにラップやってるもんねなんか。<laughs> でもね、私的にはね、トミーと呼ぶ,呼ぶよりは、でんちゃんって呼びたくなっちゃうんですよね、つい。<laughs> 確かに、そっちのほうが可愛い感じがしますね。でんちゃんのほうがね、はいはい。じゃあ、そんなでんちゃんに続いて、柴戸選手も出てなかったなと思うんですけど、<ー>どうでしたか、はい、柴戸選手は、あのー、17日の練習では完全合流をいたしておりました<お>お<ー>完全っていうのは、じゃあ、最後のあの対人含んだ紅白戦にも出て紅白もおすごいす。 これってもう、俗入、もう、復帰っていうことでいいんですかねはい、そうです。開幕に向けて、しっかり準備をしている段階です。えじゃあ、この前の2試合に出なかったのははい、柴田選手、選手えー、伊藤亮太郎選手、小泉選手、うん、西選手です。うん、あと、まあ、デン選手ですよね。うん、デン選手、コロ林選手、はい。じゃあ、柴田選手はもう,、えっと、もう今、大丈夫だっていうことですか、ね、大丈夫です。 大丈夫でも使われてないっていうのがなんか逆に心配になっちゃうんだけどん使われててないいってどういう意味この前の試合で全く見なかったじゃないですかあだから、この間の試合は、ねうん、コンディション調整で外れてただけですあそれならいいんだけどな芝戸<の>選手、伊藤選手小泉選手はコンディション調整で外れておりました。うん じゃあちょっと柴田選手は復活ということで、これ次いっちゃいます。柴伊藤龍太郎選手も出てなかったんですけど、はい、今回に、重心中は元気でした。元気でした。お。っことは、これも完全合流。完全合流です。おーおーおおお。よかったよかった。調子は良さそうですかなんか、期待、いろんな人の、たあれウラレポかなウラレポのとこでもや、やっとなんかこう、適正ポジションを見つけたみたいなことを書いてありましたうん結構、いいと思いますよ。 はいじゃあ続いて、小泉選手、金髪で目立っているんですけ、えーね、それが金髪じゃなくなったんですよ。えのー、金髪じゃないんです、小泉選手<今>私が見た17日の練習では、うん、あのかっこいい銀髪でした。はい、<銀>書いてある、この方もシルバーヘアで復活してた、水津さん。はい <え><え>さんはどこでその情報を得たぶん写真とかが上がったんじゃないですかね、ねウラレポでも写真を載せ,せ,せさせていただきましたが、銀髪でした。これがね、えーこう、変な銀髪だと、なんか全部白髪っぽく見えてしまうんですけれども、はい、なんかこう、漫画に出てくる、ね、ヒーローの銀髪ってあるじゃないですか、誰,<ー>誰って言えばいいのかな。銀玉ですか もうそんな感じのもう結構かっこいい似合ってました銀髪が、えー、これなんかもし機会があれば理由をぜひ聞いていただきたいなと思いますそうですよね、うん、ん個人的にはなんか山中選手とキンキンかぶりだから銀にしたのかなと思ったんですけどいやわからないどうだろう、うん、そこはねなかなかねあのコロナの中なんで取材が 規制だからね、はい、普段だったら、ね、コロナじゃなければもう好楽選手のこととかもロッカールームに入ってくる前にね好楽、うん、選手を「すいません」って言って止めて「どう痛い、ね、あの足の踏み込みはどうかしら?」とかそういやまあそうそうそそう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  はい、足、ね、足踏み込んだ時の感触はどうとか、いやうん、なんかこう、ちょっと思い切り蹴ったシーンと蹴らないシーンとかあったけれどもとかね、あそこの動きは良かったねとか、具体的にこう話を聞いて、五六選手の状態ってつかめるんですけれども、今、そういうね取材の仕方じゃないんで、小泉選手のなんで銀髪にしたんですかとは聞ける状況じゃないんで。うんうん お母さんって言われたらお母さんっあのいや孫みたいなもんですからね。お母さんでお母さんでお願いします。<れ>はい、じゃちょっと続いてまだまだあるのでどこだっけな。皆さんこれ質問でも出てるんですけど多かった西大吾選手は時間がかかりそう,うこれ報道でもこのほかの方々は合流したんだって西大吾選手だけあのなんかまだだみたいなのが書かれていてちょっと気になる。うん 今年の補強のある意味、目玉などの1人でもあるんでいや、私だって、めちゃくちゃねえ、西選手、一押しでしたからね、はい、補強の中では西選手っていうふうに思いっきり言った方なのですっごい期待してたんですけれども、あの17日の練習では、ピッチには姿はなかったです。それであ,、うん、あのの関係者の方に聞いたら 関係者の方からは、一応治療のため練習は不参加っていうふうにらららら。治療はい。うんだから、どこを怪我してどうしたのかとか、そういうのは一切わかりません。んただ、治療のためにっていうことしか聞かされてないです。今までのウラウレッツの報道の仕方だと、手術,手術をしたときは出てますよね、リリースで。 ということは、そんなに重くないけれども、まあ、現状としては、練習に参加してないわけだから、やっぱり2、3週間かかってしまうかもしれないみたいな感じですかね。だろあの結構、手術しなくても、はい、ハムストリングの肉離れとかっていうふうな場合、何週間もかかりますって言ったときは、ちゃんとあの候補を通して、話がメディアに降りてきますから。うん どうなのかなー<そ>っていう本当不安だなそんな中でいい何不安がってるんですかいい振りが、はい、右サイドバック候補の宮本選手がいいらしい、まあ、宮本選手補足をしますと琉球の今年が4年生で去年の3年生の段階で内定している選手ですねで噂によると特別試合選手に選ばれるんじゃないかとレッツの。 ってて言われてましたで相模原戦もあれ3本目出てましたね、右サイドで。3本目っていう表現がいいのかな、相模原戦はもうご覧になった方、多いと思いますが、YouTube でね、はいあの、最下の本当のスタジアムの中のピッチでやったのと、埼玉スタジアムの外の第2グラウンドでやったグループと、2つに分かれたと思うんですけれども、はいその第2 グランドでやった中で右サイドバックとして宮本選手出てました、うん、本当に素晴らしかったですよ、うん、いや面白い存在だないやこれはいい選手に目をつけてるなってもう泣いて決まってますしね来シーズンの、うん、ここはちょっと若手の補強っていうね若手若手の中でもこう、うん、いけるんじゃないのっていう面白さっていうのを感じさせてくれた選手でした こ宮本選手はその17日はい,たんい,たいました ?17 日の練習はいませんでした。やっぱりその辺はやっぱり学業とか。<laughs> 大,うん、大学の方での兼ね合いとかそういうのがありますからね。ねはい。じゃあ、<っ>しばらくは入れないとかチームには。加入できても5月ぐらいとか感じですか いや特別指定選手登録をきちんと今シーズンどうなってるんだろう、その辺がまだちょっとつかめてないですけれども、うん、なんかこう、こい,、ねい,ね、いろんな報道によると、学校によってみたいですね、学校によって特別指定選手をもうがっつりもう半年も使ってくださいっていう人もいれば、うん、やっぱだめだっていうのもいいですしその、当たり前ですけど、所属している琉球の中心選手でもあるので。 そことのまんない。そうですね。あそこもってますかね。あとどんだけ単位取ってるかだよな。いや、ほんとそうですよね。卒論だけなのかな。中退とかになっちゃうとね。すごいバカだったらどうするいや、今大丈夫です。レポート書いてますみたいな理由で来なかったら。ありえますんなんかでもいましたよね。浦和じゃないけど。 もうなんで例えば2019年のシーズンに大久保選手が特別指定選手登録されてリ、はいはい、バンカップのあのベンチ入りをしてるんですよね、はい、2019年シーズンに。で2020シーズンはちょっと怪我でなかなかこう練習参加もできなかったっていうような状況があったんですけれども、まあ、宮本選手の場合は。うん 私はいい感じでこう、ね、練習、沖縄キャンプも行ってらしたし、ね、相模原戦の練習試合も来たんでちょこちょこ,こうやってくるんじゃないかなっていう期待はしてます。っていうか皆さんも期待してるでしょっていうところですねいやなんかすごく印象的でしたね、すごく運,動量あの運動量もあってで上がるタイミングもバッチリですし守備もしっかりできるんでそこか平均点が高い選手だなっていうような。 なんかそまさに即戦力っていう感じの選手に泣きました、ね、ちょっと面白いなってただら、うん、当たりの部分でどうなのかなって、それはこれからなんだろうなっていうふうに思う、はい、ところはありましたけれどもあの、別のちゃんですけ週休級目なんかメガネーズ、川ーさんが出ている。うん、で、川ーさんが、あの、浦和レッズ特集やってましたけど、あの、一押しみたいな感じで最後に押してました、宮本選手。はい。ちょっと、スパッチャ、スパチャ。 あ、これノアさんですかねノアさんですよ、多分。はい。二 2, 2ユーロ。二 <laughs> ユーロ。ユーロ。ありがとうございます。2> 2ユーロだからユーロトップら3位争いが難しそうですが、このハングリーのお返しも応援するいられない。ワクワクしてる。ありがとうございます。はい。なんかすっごい長い質問が来てたんだけど。ど、どこ,こ,れこれかな西大吾選手が怪我しているが、宇賀神選手がいるから右サイドバックは大丈夫と言っていました。はい、言ってました。 しかし宇賀神選手が怪がしたら誰がやるんでしょうかおっしゃるとおりでございます、いないんです。いやはい、あ宮本選手<ー>もう、ここに書いてあるとりも中退してもらいますかも、ここは鹿島の上田選手も中退だと言ってましたので、いや、私はちゃんと大学は卒業した方がいいと思います。ささ <laughs> さすがおお母さんお母さんん <laughs> ちゃんと大学は卒業しましょう。言ったんだから、うん、ね。宇賀宇賀仁だ宇賀仁選手だって。<laughs> 人って <laughs> あの宇賀仁だって卒業できた。はい、いや宇賀はでもすごい努力家だし頭いい選手ですよ。すごい。そう思いますよ。上田選手はなんかサッカー部やめただけだという。でした。はい。すいません。 じゃあちょっと本当に右サイドバックいないですよね。今、宇賀神以外にやってる人っていましたあの去年とかでもちょっと練習で少しやったりとか試合でもまあ困った時にこの選手っていう選手がいたと思うんですけれどもうそうですね、なんか柴田選手書いてまが、うん、そうですね、あとは<田>デン選手もいますよね。あン選手もいます、ね、でもいいいですねのか けどは柴田選手柴田選手が試合の中でボランチから、ね、右サイドバックに急遽ポジションを変えたっていうゲームも昨シーズンあったので、うん、柴田選手はすごいクレバーな選手なので、どこのポジションでもこなせるっていう風な印象はあります。じゃちょっと、はい、そんな、まだまだいつも質問をして、どんどんいきます。新人の現在地。<ー>っていうことで、伊藤敦樹選手。 大久保選手、福島選手、藤原選手が今年の新卒と言われているポジション、まあ、高卒と大卒がありますけども、実際この4人、現在地いかがですか、まず伊藤敦樹選手、いきなり相模原選手、スタメン、スタメン組っていい表現が分かるんですけど、1本目に出、2本,本目と出てましたね、安部ちゃんとコンビ組んで いや大卒ルーキーは即戦力っていうのをちゃんと見せてくれたなっていう印象はありましたうん、うん、ただあの試合が終わった後のズームの会見でも伊藤青選手ご自身が自分の課題をおっしゃってたと思うんですけれども、はい、あの要するに攻撃の組み立てのところでどうしてもこう相手の守備に引っ掛けてしまったシーンとか。 ありましたよねその攻撃の組み立ての部分の課題っていうところはおっしゃってましたね、うん、だからその現在の立ち位置本人は開幕すために狙うっていうふうに言ってくださったのはもうすごい頼もしくって嬉しかったんですけれども例えばあの裏レポでも書いたんですが「今日よくても明日ダメならもうすぐ外れます」うん。 あそんんなにじゃ厳しいんです、ね、もう下克上が激しい、激しいだから相模原戦ではあこの選手、すごい良かったなと思ってた選手が2月17日の練習を見たときにあちょっとちち違うところのポジションやってるなとかねあ A チーム、B チームって分かれてたらあ B チームの方に行ってるなとかね<ー>そういうのがありました。かなり下告状は激しいです なるほど。ちょっとすいません。うん、あの、その中で、ザイオンを入れ忘れていたので、ごめんなさい。<ー>ザイオンを追加しました。一応新、ザイオンも新人なんだから、おっしゃるとおり。ですね。はい。でもね、新人とは思えない。<笑><笑>こういうの忘れてました。存在感がね、うん、ありますからね。うん、去年からですね。はな感じだもんはい。だって、ね、<laughs> はい、藤原選手があ、あの、憧れの、 とか目標にする選手は誰ですかっていうねズームの会見の質問の中でさマキの選手の名前を挙げてたんですけれどももう一人、はい、あの鈴木財雄選手の名前も挙げてましたそれはおな<も>、うん、い年なのにあれだけの存在感、はい <laughs> うん、そうですねあの筋肉が欲しいよね、うん、はい体も仕上がってますからねあのしなやかな うん、身体能力とかも本ほんと惚れ惚れしますよねロングフィードとかね、はい、うわこんなに飛ぶのっていうぐらいもうパンドキックの精度とかももう素晴らしいものがありますじゃ、うん、ちょっと続いてそ大久保選手どうでした、うん、大久保選手はやっぱりちょっと怪我でね昨シーズン棒に振ってしまったっていうところで今もう必死になって取り戻してるっていうのが、うん 見えてきてます。あ、うん、そうですよ。今あの3本目右の前目で使われてましたね。はいで福島選であ。どうぞどうぞで。その結構先日理解度も高い選手なのかな？っていう。風にはやっぱり大卒ルーキーって違うよね。っていう風に思わせてくれる2人ですよね。伊藤敦樹選手にしても大久保選手にしても。うん でちょっとこの残り高卒3人はいかかがでしょうか福島選手はまだまだこれからです、うんうん、藤原選手もご本人言ってましたけれどももう絶対通じるだろうぐらいの自信を持って練習っていうか指導を迎えて実際に中入ってみたらえこんなに違うのっていうレベルの違いを感じた。 ご本人がおっしゃるぐらい、うん、結構戸惑いがありましたね練習 2>,、うん、2月の17日の練習見た段階でもあリカルド監督が求めていることがちょっとまだ戦術理解度がもうちょっと苦しいのかなっていうでそのゲームが終わった後もすぐリカルド監督が藤原選手のとこ行って話してたから <laughs> あ,あやっぱりねっていうふうには思いましたね。 例えば、はい、後ろからのスペースがあった時の運び方とか、はい、そのポケットに降りてくるっていうことをよくやるんですけれども、はい、ポケットに降りてきた時の、そのね、オフザボールの動きの中からどういうふうに展開するっていうような部分とか。うん、じゃあ、結構、ボールを持っている時のあのビルドアップの動きとかをすごく今、修正というか指導されている感じなんですね。うん、はい、うん その辺はね確かに青森山田とは違うですからね。からねだから福島選手も結構こう、対人とかそういう部分はめ強いところは見せてくれてると思うんですけれどもやっぱり、その流動的に、可変、うん、的に動いていく中で少し苦しんでるなって、うん、だってね、うん、高卒ルーキーが開幕スタメン取ったのっていつなんだろうっていうふうにずーっと考えてたんですよ。うん なんかもう、小野伸二ぐらいしか思い出せないですよね。小野伸二選手とか、田畑選手とか、テレビ大高校からね、川合選手と一緒に入ってきましたけれども、はい、田畑選手も開幕スタメン取ってで、それから高卒ルーキーではなかったですけれども、<ー>原口元気選手、2009年だったよね。<ー>うん。あの、開幕スタメンで鹿島戦でしたけれども、あの時は。2009年。山田 で監督誰ですかね誰ですかねもうね、コロコロ監督が変わってるから。<laughs> <laughs> ちょっと待ってね、2009年でしょえー、っと、ミシャさんがペトロビッチ監督が2000。あれ、なんかネットで調べてフィンケさんかなフィ,ンケかフィンケさんっぽいですね。そうかそうか。まとめて若いの使った頃だね。はい。 だって山田,直です山田直樹選手がプロデビューっていうような形を取ったのは2009年の第2節です。フィンキー1年目でした。はい、フィンキー1年目だ。そうだ。うそうだ。はい、フ目だあの発目の試合は夢を見れたよね。<laughs> そうですね。<laughs> すごい,い,いサッカーだったもんだ。はい、であの、ね、2009年の第2節の FC 東京戦。 はい先制されて、FC 東京に第2節で、山田直樹選手が後半途中から出てきて、ポンテにアシストしたあれはもう本当に背中が続々してて、高根一押しの山田直樹選手。<laughs> はいだからちょっといかにね、高卒ルーキーがスタメンを取るっていうのは。 どんどん厳しくなってるなっていうのは感じますよね。ザイオン選手はどうでした。ザイオン選手どうでしたって。開幕スタメンですか。いや、元気、元気でしたっていう。<laughs> まあ、なんか、あの、やべっち f. C. は見ましたっていう、ね。いや、ザイオン選手は元気ですよ。あそうですよね。はいうん、もう、塩田選手と、ザイオン、鈴木ザイオン選手と。 西川選手もこの3人で、もう本当にいいトレーニングしてますよ。はい、じゃちょっと続いていきます、もう、新加入選手でいいなと思った選手、新加入組、新加入組ってことは、まああの、新卒とかではなくて、今年新規に移籍して、レッズに来た選手ですね。<し>そんな高一押しみたい,ないや、私、ずっと西選手、西選手って言ってたんですけれども、<laughs> ここに来て、ちょっとコンディションっていうかね、 はい、治療のためっていうような形で外れたので、うん、西選手を押すことはできないなっていうふうに思っていく中で、うん、相模原戦は出場しませんでしたが17日の練習を見たときに、うんはい、この選手、面白いなと思って私の心を揺さぶってくれたのは、うん、銀髪の小泉選手ですお,ーおー いいあってます交換。いやいやどの辺が高値的に一押しポイントだったんですか、小泉選手。あの小泉選手の攻撃のセンスです。はい、おお、それは。組んだ手の部分とか、はい、そのポケットに降りてきた選手をどういう風に使うのかなとか、かなり選択肢を持って攻撃をやっ るななっってていいいうう視野が広風ううに感じましたあのプレイヤー的な感じで言うと、まあ、こ,のこの水野さんが言われてる10番的なこうパスを出すような選手のイメージなのかそれともドリブ関根選手のようなドリブル中心の選手なのかどういうプレー実際あんまりしっかり見てないのでどっちでした、レッツの今のリカ監督の使われ方的には。やっぱりね 小泉選手は小野選手のまな弟子だっていうふうにちょっと思いたいのかな私が <laughs> 思いたいのかなっていううん、ま竜、あ、慶で一緒でやってますからね小野真二とうん、竜慶じゃなくてあ竜慶じゃなくて竜慶でしょはい<宮>すみませんはい、はい、そういう感じでちょっと面白い存在になりそうだな、はい っていうふうに思いました、はい、でもさっき言ったように、うん、今日が良くても次がダメなら外れるし、うん、本当に今だからリカルド監督は選手たちをテストしてるなっていう印象が強いですね下克上ですよ、うん、本当に下克上です今日そんな一チオシ選手でもスタメイになるかどうかわからないとわからないですそんななんかスパチャをいただきました 88たかさん。人生の初のスーパーチャ裏切りでって決めてました。毎回楽しん聞いてます。ありがとうございます。じゃがとあのそじゃあ、あ,ありがとうございます。じゃあ、効果音を。ありがとうございます、たか <laughs> さん、はい。で、そんな。今、ちょっと持ってきました。これ小泉そう,ですそうです、そうです。裏フットボール通信から勝手に今こ、こ<あ><真>れ、かくちゃられちゃう。<laughs> <手に S 1> が撮った写真です。<laughs> あ、じゃあいいですね。<laughs> 後ろちゃんとボケてる、素晴らしいですね。なんかレベル上がれてますね。だいぶカメラがよくなりまして。これができなくて、いつもね、UJ さん怒られるんですよ。後ろがボケなくて。お前は論外だろ。どうぞすいません。あれです。もう一回押せばいいです。あ、はい。だいぶ金髪ですね、本当に。ね、かっこいいでしょ。う で逆に目立ってるから目についてああいいなとかいいプレイしたなとかっていう風に感じてしまったのかもしれない、うんはい。まあでも大事ですよねそういうとこあなんかどこのカメラですかって。はい。ニコンですよね確か。そうですニコンですニコンの、はい、あのミラーレスにしました。でレンズもニコンでミラーレス専用のレンズじゃなくってちょっと変換器を入れた重たいんですけれどもあ,、はいはい、あの。 それは、裏フットボール通信に頑張ってもらって、<laughs> やっぱりね、かかいいものを、いいものを届けたいっていう思いでね、はい、頑張りました、はい。ありがとうございます。じゃあ、続いて、まだまだ、ね、戦術、ちょっと難しいんですけどね、戦術進行は時間かかるという、うんうな,なんかこうこあの、こっちが見た印象、1本目、あの相模原戦。 もちろん、そのやりたいサッカーっていうのは分かるんですけれども、ちょっとまだまだ応用編、基礎編をやっていて、応用編までいけてなくて、じゃあその応用編までいくのには、なんかまだまだステップがありそうだなと。やっぱり相手がちょっと多分強い、もっとプレッシャーが強いところだか、相手が強かったところにすると、もっとまだまだ時間かかりそうだなと思ったんですけど、どう,どういう感じでしょうか、実際に17日見てお。おっしゃる通りですね。もっとね、はい、私 はい、どうぞはいあのー、始まる前はあリカルド監督の浸透が早いんじゃないかなっていうふうに思っていたんですが、うん、いざ、いざ蓋を開けてみると結構細かく細かくやるんですよね。ファイブレーンに基づいたポジショナルプレーで、うん、ねやっていく中でオフザボールの動きとか。 そのポケットに誰が降りてきてどういうふうにそこを誰が使ってとかもしくはポケットを使わずに飛ばしとかねもういろんな攻撃のパターンっていうのがあるんですよね。でいざやってみたら問題点が出ましたそこのじゃあ課題点ボールにサイドにスライドした時の逆サイドのスペースを相手に使われてしまった例えばよ。 使われてしまった、はい、そこのじゃあ修正点をしようって言って修正をしましたでも修正したらあれ攻撃の部分でうまくいってたことがちょっとできなくなってしまったよねっていう,ういや縦5レーンで立て立てになるなんて絶対ありえないじゃないですかはいで5レーンっていうのは要するに同じレーンに重ならないわけですから、はい、じゃあ,あの三角形を作っていくわけですからねこうこう。こう ねいいろいろ、うん、その三角形を作っていく中で縦関係にはならないっていう基本の動き方をしていく中であれこの間までは縦関係にならないでうまくできてたのがあれ縦縦になってるっていうふうに見てて思った瞬間にもうすぐに縦縦になるななるとかかっていうようよ声が飛びましたからねうん、うん、だからそういったところでこう細かく細かく体の向きはどうなのかね それからコンビネーションの部分での部分のオフジャボールの動きはどうなのかっていうのは非常に細かく細かく修正をしていってる段階なのでまだちょっと時間はかかるなっていうのとあと、先日の理解度が高い選手とそうじゃない選手のばらつきがちょっと見え始めてきてるなっていう印象は受けましたうん、うん。 ですから誰が出ても同じような形でだから組織プラス子っていうブレーンっていうのは大槻監督の時にもやってましたけどそうですよ、ね、大槻、うん、監督の時はファイブレーンの組織プラス子で子が結構生きるようなやり方だったと思うんですよ。うんうん、で,でもいざリカルド監督になってファイブレーンでそこの中で組織プラス子なんですけれどもより組織を今大事に。 作り上げてるなっていう印象があります。うんちょ最近徳島の試合も見るようになって、よくなんかこう解説の方が言ってたのは、相手の立ち位置を見て、うん、こう,う、ね、本当は、 あの、こっちへ徳島だったら徳島の立ち位置も変えていくっていうんですけど、やっぱあいつの立ち位置を見る余裕というか、まだそこまで行ってない感じはすごくしましたね。し,しょうがないですけどね。ねまだ始めたばっかりです。ファイブレーンの中からポジショナルプレーっていう、そのポジショナルプレーっていうのは、各選手がどこのポジションを取ったら相手が嫌がるのか、うん、もしくはどこのポジションを取ったら数的優位になるのかっていうのを常に考えて、だから山中選手が頭使うんですよっていうふうに。 おっしゃってたように本当 にフル回転です見てる方もフル回転です。取材してでもノート書きながら、もう本当に細かいです。ポケットに入って開いてポケットからどとかって言って結構細かく書いてるんですけど、これ、ノート見せたらあれなんで、ちょっと見せられない、私しか読めないようなノートだし、ね、<laughs> はい、ポケット取った途端にディフェンスがかかって、内側からとかっていうふうにね、ちょっとね、書いてるんですけどね。 でここはバッテンだよねとかうまくいってなかったねとかいろいろちょっと <laughs> 書いてるんですけれどもでも逆にワンツーで出て,出ていくシーンが見られたりとか、うん、そういうのは本当、うん、少しずつかなだから次の、まあ、練習試合やって FC 東京戦に向けてもう本当に、うん、焦らずですよ焦らず。うん 焦って、せっかくやってきたことを、ね、崩してしまうよりは、どれだけチャレンジできて、ね、そこから学んでいくかっていうことじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃちょっと、<あ>いつもよりか50、どうぞ。この人の。どうぞ、<い>おっしゃってください。<れ>はい。あれ違った。っそれ、この後やります。さっく、<laughs> あったんですモッチーさん。<laughs> サッカー IQ が鍛えられるって、それはそうです。本当に見てる報道陣とか取材する私たちももっともっと勉強していかなきゃいけないなっていうふうに、勉強して皆さんに分かりやすく伝えていかなきゃいけないなっていうふうに感じます、はい。なるほど。んこれ押しましたあ レッツサポーター我慢できるかなってこれね大事なことだと思うんですよもう去年からもずっと言ってるんですけれども浦和を支える覚悟っていうのを皆さんも持ってくださいお願いしますはいじゃちょっともう50分なんでこの間サクサク言いますすいません今年の〇〇イヤーは誰と？これ質問をいただいたんですけども何ティノスイヤーになりそうですか何ティノスなんですよ、ね、ティノスなのティノスとか <laughs> マルティノスイヤーっていうのはね、マルちゃんが自分でこの,の自分の、ね、シーズンにするんだよって言って、意気込んで話してくださった言葉だったんで、なんかそういう意気込みをじゃあ見せてくれた選手とかいないですかいや、それはやっぱり、ねあの、練習見てて感じたのは、阿部選手ですよ。まあ,ま,あま,あまあ、阿部 <laughs> ティノス,スイヤーですね、今年はじゃあ。テで はい、でもね、キャプテン、阿部選手ね、もう本当にどれだけコンディション保って、どれだけって、ね、そんな、阿、ね、部選手イヤーにしたいですよね、阿部、ね、選手がこうね、J リーグのね、タイトルね、どれか取って、トロフィー掲,かい掲げるっていうのをね。 みたいですよね、これはもう希望ですね、はい、本当に。でも、うん。うん <laughs>。うん。アで張ってきました。も <laughs> <laughs> 続いてちょっと、難しいですけど。けいろいろいろ、もう本当、<laughs> ゆるき選手だってね、やっぱちょっとだいぶープレーの幅広がってきたしなって。はい、じゃじゃ続いて。はい 皆さん気になる補強の足跡、世代から、難しいですよね、補強は多分。うん、なかなか、こんなこう、いつもですと、こう、裏切りをやってると、毎日こう、いろんな情報をチェックしてるんですけど、こ今年全然出ないですね。うん、はい。一応なんかね、あと、ネットの情報だけ先に言うと、その、福岡が急に金森選手、サガントスの選手を取ったので、うん、誰かサガントスから、こう、で、あーじゃあ アビスパ福岡が出すんじゃないかとって言って、うん、ファンマってスペインス選手がいいんですよね、うん、フォワードにだからファンマじゃないかっていう噂ありますけど何の根拠もありませんっていう以上でしたいやただねあの補強っていう部分は常にクラブサイドフロント側はリスクマネジメントとしていろいろアンテナ張って考えてるそれは当たり前のことなので そこのの部分のリスクマネージメントはしっかりしてると思います。うん、ただ取れるとかどうかっていうのはまだは開幕だもんね、うん。だからその後半戦に向けての準備、だって例えば海外から取ったら2週間、ね、自粛隔離みたいな形を取るわけじゃないですか。すね、実際あの西の TD がこの前の 相模原戦の時に水内さんとインタビューしてたんですけど、実際にと外国人選手を取っても4月上旬ぐらいじゃないかと、うん、使えるのかみたいな感じの話はしてましたねそうするとやっぱ国内から誰かから <laughs>、はい。じゃあちょっと、羽生選手、ね、レンタルですから、呼び戻したて,、ね、て,ていいんじゃないんですか、うん、って、私は、ね、提案したいかな。 あとマウリシオもアホみたいにゲームやってますよ、相変わらず。<laughs> <え>マウリシオのゲーム時間全部把握してますからね、僕。え、マウリがゲームやってんのやってますよ。マウリもやってんのマウリシオがゲーム始めると俺のスマホに連絡きますから。<laughs> 何なんですか、その。マウリシオストーカーみたいな。もう600時間やってるよ、マウリシオ。<laughs> まるしょ天気面でましたもんね、この前。ああそ,うそうそうそう。すごいよね。だって今、1日6時間ペースでゲームしてんのに天気面だからさ、多分調子いいんだよ今。ははは。なみに送ったよな。俺、さすがにびっくりして、これ、<う>合ってるかなってラってしたの。1>, <laughs> 1日6時間もまるで仕事みたいもんすよね。<笑><笑>6<時間> <laughs> はい。 すごいね。<laughs> はい、私はゲームはあんまりやらないから分かんない。だって1年ちょいでウォーゾーンを3600試合って相当狂ってるよね。相当っすね。まあ、はい。まあいいや、そこの、はい、ちょっとまだつまなくなっちゃう。<laughs> はい。一番、ね、来たかったことが見たんす開幕スタンメン予想を聞いちゃうぞ、ヘンドン。あ、んど,んど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 ん。ちょっと難しいと思うんですけど、はい、まずはスタンメンの可能性、大、要はもう。 この人はもうはなんか中心だろうっていう選手をまず挙げていただいた上で実際に予想さたるの方がいいのかなと思いました。まず、なんかこの人たちはもう当確だろうみたいな選手って言いました、まあ、難しいですけどね。あ,あ,あとは牧野選手、岩波選手あ。じゃあセンターバックスの2人。山中選手。宇賀神選手。 おじゃあ後ろ決定じゃないですかほぼ。後ろ。あの、裏レーフラポの音声レポートでも、あの、ちょっとお話しさせてちょっとシェア試してみていいあ、どうぞどうぞ。い,いけっかな。おいった。あいった。これでで、福島のところがじゃあ、これもういきなりもうスタンメンにしましょう。うん、違う。じゃあ、キーパーが西川で、うん、ここの右が、

うんうん、もう鉄壁だと思うんですえ。でもちょっと今から変えられないんで、あの、423、じゃ 4, 2, 3, 1, すいません。<laughs> すいません。フォ <laughs> トショップの都合上、ここは分けて任せんでした、すいません。じゃあ、ボランチ二2枚は一応もしもう無理やり決めるなら。はい、阿部選手。左阿部リー左阿部、阿部選手。はい。で、右はいろいろ悩みましたけれども、私は小泉選手。 おお<ー>、うん金髪頑張れ。金髪金髪ポス。<laughs> かさん気になりましたねこいつ。で <laughs> <laughs> 一応多分これが前三枚ですけど、四二三一前これ川地さんの話聞いたら結構その四二三一の真ん中の三積年のポジションが結構ツートップ気味だっ,っていうんだこういうフォーメーションなってんですよね。これは動かせるよ。そうですね。ね<ー>じゃあ動かせる。はい、いやじゃあね相手が。 相手のセンターバック2枚を考えたら、ワントップ、ツーシャドウでも面白いかなと思ったの。ってことは、えそうすると、この田中選手はどこ行くんですかで,、ね、でもね、そうやっちゃうと、はい、トリプルボランチにすると結構難しいなとかって思うと、そこは、可変的に流動的に動かして、はい、杉本選手のワントップでトップ下に関根選手を持ってきて、はい、おすごい。うん、で、<え>左を。 はい。左、ゆるき。田中のところ、ゆるき。るき出るかな <laughs> 俺、ちゃんと登録してきましたよ。<laughs> 出ないですか。あのね、ゆるきって入れるとね、出ないのよ。あのね、たきって私は入れてるんだけど、たき,た,きたってやったら、あのゆるきのゆうっていう字が出てくると思う。出てこない,ないゆるきでもちょっとひらがなで。右は、 せ真ん中関根とですよね右は誰なんですか関根ここか。だよね、ここゆるき選手か、もしくは関根選手。で、杉本選手の下に武藤選手を置くか、ああ、そうか、そうか。なるほどね。武藤選手を置くか、秋元選手を置くか。悩ましいな。悩ましいでしょ。ねで、右に。 田中達也選手あれ竹田じゃないですかあ武田だからねそこ考えるのに3月2日によルヴァンカップがあるわけですよ、はい、湘南戦が。ああなんか2日ぐらいですもんね火曜日ですもんねそうはいルヴァンカップのことを考えたらうんとねそこでのだからルヴァンカップ 鈴木財音選手デビューでとかね、考えるわけですよ。超見たいね考えるわけですよ。はい、で、ルヴァンカップとの兼ね合いで開幕戦を考えると、武田選手はルヴァンカップでいきたいなとか、うううん、うん、ま、だか、ね、そうですねあの湘南だから、ルヴァンカップ相手が湘南だから、金子選手をちょっとぶつけていきたいなとかね。 21枠とあるんですよね、あけど、まあ、ザイオンがいるかから大丈夫なの金子選手をちょっとボランチでぶつけていきたいなとかって考えると、ね開幕はちょっと金子選手外してみようとかって思うと、こうなるかなって、だから、うん、関根選手を左に持ってきたら、トップ下に秋元選手入れることもできるし、ゆるき選手を、いや武藤選手を入れることもできる。うん えこれ去年の先発と考えるとどんだけ違うのいや、けど意外といますよ。変わってるのは逆にと、小泉、うん、田中、阿部<中>。<か>あれ開幕違いますね。多分開幕す、あれ去年、あれ鈴木大輔ととかですかね、うん。だいぶ結構変わってる感じする、ねうん、そうですね。じゃちょっとこれ決めましょう。これで決定ですかそれとも責任とかあの秋元にします やましいな本当にでもね、本当にゆるき選手、プレーの幅が広がったなっていうふうに感じるんですよね。<laughs> えー、難しいよ、現時点でっていうのはね、ただ、そのーのいだ FC 東京の夫人を考えて向こうの方が完成度が高いっていうのは、正直。うん で認めざるを得ないでしょ、これは事実として。まあ、しょうがないですね。うんで、それで FC 東京がやがるところをどういうふうに作っていこうかって考えたときに、うん、ね、あうちって結構、い,いや、出てきたら面白いよ、ぶつけたいだからうちって,結構流動的に移って ねファイブレーン理論でポゼッショナルプレーでって言ったらこうセンターバック2枚の間に例えば阿部選手が降りたそこのスペースをじゃあ山中選手が埋めるとかね、うん、インナーラップしていくとか、うん、そうすると山中選手が行ったところゆるき選手がどう動くかとか関根選手がどう動くかとかこう考えてったら結構面白くなってくるんじゃないかな。う 立て,立て関係にならならいでっていら関根選手をじゃあ逆に左に出していい、ね、ゆる木どこ行っちゃうんですか外してあ<ら>で杉本選手の下に武藤選手を置いてああなるほど外されたくない <laughs> 外されたくないゆる木選手え右はその時でも田中達也選手うんだからルバンに 武田選手取っときたいんで、そうですね。じゃあもうこれでこれでいきましょう。え秋元選手は、<laughs> 聞いてた俺たちに質問されても困るって <laughs> 俺たちが聞けるんですよ。<laughs> ね、そうですよ。わかる悩みたい気持ちもありますね。ねやっぱりトップ下多いですもんね。多いっていうか前、ね、に前の方多すぎですよね。この二<ー>列目っていうんですか、二列目が多すぎ。うん でもワントップって考えると杉本選手でしょ。そうですねああ。しょうがないですね。もうね頑張ってもらうしか、うん。頑張ってもらうしかないよ、はい。でもなんか調子は良さそうですよね。うん、誰のけンユさんの。ああ、それはいいですよ。うんうん、で、あの、杉本選手ってすごいい結構<ン>多いのが、責任と田中逆じゃないっていうふうに。いや、カットインから。 関根選手右足でシュートも狙えるし。うん、田中選手、うんと、じゃあ、例えば、関根選手を右に持ってったら、左はゆるき選手になるかな田中選手、ね、ああ、そういうになるのか。な,るほどね、なんか、これ、こっちのがあり、なんか、ありえそうなしますね。ここでゆるまた、ひらがなゆるきになっちゃいますけど。うんまあ、ゆるき使いたいとなると、これか。そうですね。ただ、田中使いたいとなる 田中と関根を併用したいってなるとは、さっきの方針になっちゃう。なんか、こんな感じはしますね。じゃあ、うん、これで。<laughs> これで。これで,で,で。例えば、さっき言ったように、はい、あのワントップツーシャドウ的な動きっていうふうになると。例えば。うん、向こうのね。方向がですね。そうそう、ここ関根がどこい、どっかいっスリーフォランチ、うん、る決めす、ね。 ボランティ山中選手を上げて安倍選手を下ろしてとかね。ああ、そうですね。可変です。全員上がっちゃうんです。そうか、スリーバックにしないといけないですね、本当は。そう。だから山中選手がインナーラップしてとかね。そう考えてわけじゃあ。これで。 もうなかなか決まらないので、もうこれでいきます。え、遠々やってそうだもんな、これで。これでね、もう23時になっちゃいますので、もうこれでいきます。はい。今度はこれ使えるということがわかりました、これ。これ、山中選手を例えばインナーラップさせてとかっていうのできるようにしといてください。はい。インナーラップとかオーバーラップできるようにしといてください。もう面白い工夫しときます。可変できるように今度ちょっと、ユージーさんが。じゃあちょっと視野戻しますよ。はい。じゃあ、最後。 続いてお待たせいたしました質問コーナーなんですけども質問を募集いたしますが先に募集してる間にージさんの質問がありました、はい、これを出してもいいかなはい、はい、どこちらどうぞ、うん、はいどうぞ一応さん推定年俸なんですけどこれがエルゴラでで坂大だと西川選手が1億1000万これ年俸なんですね 年今年年,報今年予想年報ですね坂台とね、エルゴラかなり違うのが西川選手と,、うん、えっと宇賀神も相当違うんだよね。宇賀神は坂台だと,、えー、と4700万。うん、なんでこんなにいろいろ違うんですかね。西川がだいぶ違うんですよね。 年のの計算の仕方だと思うんですよまあ選手それぞれ契約の内容とかも違ってき,、うん、きますからその辺はあまり分かりませんけど、うん、うんと出場級と勝利級とかあるわけじゃないですか。はい、うん、それを含めての年俸計算なのかっていうとこですよね。うんうん、それってその勝利級ってみんなほぼ一緒の契約なんですかいや選手によってバラバララ かなどうだろうどうだろう浦和は相当高いって話ですよね。あの人参作戦やった時もありましたからね。<ー>昔。勝ったら勝利球いやいつ頃でしょうんか言いづらそうだからやめとくかこの話。 だってどういう計算でそういうふうになってるか、私はちょっと、難しいです、まあ、これ考えると、レオナルド選手一番高い、あと6000万円の柏木選手が退団する,るけど、まあなんかこう、f i f a 2二1をやってると、連期限付き移籍だと、大体が、なんですかね、給料をフフフィィィフィティ半分で負担することが多いみたいなんですよね。 あのサッカー界の通例だと、だから、まあ、3000万ぐらいの列が負担する可能性はありますひ、ね、と、まあ、試合も出てない柏木に3000万負担しなきゃいけないのかでも高く売れたら、ね、あそうですね、す完全遺跡でね、うん、ちょっときょ、うん、の報道だとトースポさんですけど、東南アジア系に行くんじゃないかってそうなの、うん、出てました。 最近ですと、なんだっけな。あの、ベトナムとかが、まあ、松井大輔が行ったとことか、うん、結構、日本の積極補強。あ,あと、なんだっけ、元山口の監督、なんでしたっけが、下さんあの、し、しもさんが今、あれです。なんか、ゼネナルマネージャーみたいになってるとこですね。<え>あるんですよ。そこが松井選手行ってるんで、そういうとこ取りそうだなと、個人的に思いました。岡野さん。岡野さんが、あの、うん、香港で、 香港リーグやってたときに聞いた話なんですけれども、うん、もう試合が終わった時に、現金でロッカーで、もうオーナーが勝利球、こうやって渡したっていう話を聞きましたけどね、お前、よく頑張ってくれたなとかって言って、すごいな、その話って思いましたけどね。はいじゃあ、ちょっと質問が、あ違う、最後の FC でした。はい そこの。そうか、最後もよしいか。はい。裏切り、あ、違うな。これ、裏切りよく聞くよね。これ1兆億円っていうのは、で、六千万っていうのは多分、もともと1兆億円で、今年が多分6千万なんじゃないかと。言及があったんじゃないかっていう話でね。そうですね。っていう形になります。はい 選手の年俸っていうのは本当にちょっとわからないです、勝利球とか出場球とかいろいろありますんで、うん、それはわからないです。はい、だって、なんか本人も分かってないって話もありますよね、ああそれもありますね、うん、自分がどれだけっていうのは。うん、ねえだって、いきなりこう試合に出るようになって出場手当がどん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 入ってくる選手も出てくるわけじゃないですか。うんうん、ねそううかと思うと思じゃあ ちょっと怪我して、ね、試合も出場できなくなってとか、勝利球ももらえなくてとかっていう、いろいろあると思うんで、あの、うん、その辺はうんは。い。で,ね、で、質問、音はオ男は狼さん。ありがとうございます。マキ野と岩波、どちらが怪我したら怖いです。藤原大丈夫それとも阿部ちゃん降りてきてもらうのいいのかなこれ多分、センターバックの数が足りるのうん、うん、って話だと思いますが。 いかかがでしょうか牧野選手と岩波選手がどちらか怪我したらトーマス・デン選手が出てきます。あそうだと、そうですね。うん、まあ、阿部選手を下ろしてもいいですからね、それは。うんうん、で、トーマス・デン選手と阿部選手組んだら面白いかもしれないよ。うん、要するにチャレンジアンドカバーっていうふうなことを考えたら。うん、足が速いですからね、トーマス・デン選手。そうすると、やっぱサイドが足んねえのか。はい そうですねなんかすごくたくさん同じ質問いただいてますけど、まあ、右サイドバック誰がやるんでしょうっていう宮本選手が大学の関連で来れるなら宮本選手の気がしますけど来れなかったら本当にいないい,ない,いや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 だからお母さんっちゃうけどだから言ったじゃないですか。<laughs> 昨シーズンもね、うん、何かあった時には、試合の流れの中で、ね、芝田選手が頑張ってやってたじゃないですか。うん、そういうことも考えられるし。うん、いや、田田でも、ここのポジションはなんか、何枚でも欲しいとこじゃないですか。そうですね。まあ。そうですよね。上下運動、激しいですからね。うん、もう、もうインナーラップしたりとか、外行ったりとか、オーバーラップかけて、い,いざ、基準早くして戻れ、とかね。うん とりあえずベンチには2人ぐらい余っててほしいですよね、うん、この辺のベンも。もう両方できるようなううす、そうそれがいいですよね。すごい、素晴らしい。あやっぱうがい,いや。<laughs> <laughs> うがいやっぱそう。やっぱサイドバックが両方やっぱ薄いですね。いう相模原戦も1本目、2本目あ2本本本目2本目の途中交代で入ってきた選手、やっぱユースの選手だったんで。そうです もしかするとユーゾン選手も出る可能性もありますもんね、そうするといい。うーん、ルバーンだね,、うん、ね。ルバァンいな、そのがい,いないですよね。まあ、トーマス・テン選手サイドバックで使うかとか、ぐらいいない。西選手の早くの復活を願うするか<う>、うんそ。岩竹ってなんで出て行っちゃったんだっけ んま<っ>、何あ、きはい、聞いてなかった。ね、今逆にね、ちょっと嫌な、嫌な、嫌な、あれが来て東京サボです。開幕戦で用意 T シになりましたって。<laughs> やめて、見ないで、見ないで。やめて。何言ってんですか。こっちは必死になってやってるんですよ。そうですね。f 東京さんはもう余裕のよっちゃんでしょうが。<laughs> こっちとら編成完了してから3人いなくなっちゃったんですからね。青逆に聞きたいですよ。青木選手は大丈夫って。チームに馴染んでるって。そうですもう,もう完成度が高い FC 東京をいかにこっちはギャフンと言わせるかっていうことばっかりを考えてますから。言っといいてください、まあ,あもう余裕がなくなってます、あの裏木チャンネル。<laughs> はい まあその、はい。余裕がない裏木チャンネルなんで、今。はい。大変です。こんな感じですかね。し、サイドバックがいないというんで、ぜひ補強してほしいということですね。いや、もうそ、それに尽きるな。岩竹選手は多分あれです。あの、ああそうか。そう、雪機会を求めてです。そうです今なら、あんのに。まあ、一応あれですね。よくあるのが、ゆう、あの、高卒3年、大卒2年。 の契約だっていうので、ダイドと2年目だったんで、契約が切れてたので移籍したんじゃないかというふうには書かれてましたね。まあね、試合出場機会を求めてですよ、は,はい。今ならほ、ほんのにな。今ならあるよねとおっしゃるとおりでございます。タイミングって難しいね。なねあの高原選手がね、サッカー選手の一つのあの能力っていう部分でもあるんだよね。 その運命の中でのねそのいかにタイミングっていう言葉を使いましたね本当にこのタイミングで日本に帰ってきたこのタイミングでこのクラブだったでもこのタイミングで監督が雰囲気だったとか、ね、なんかこう、うん、あ選手にとって監督との巡り合わせとかチームメートの巡り合わせとかそういうのってタイミングなんだなっていうのはつくづく感じさせてもらいましたね。うん 本当そうですよね。もう今だと、もう宮本選手を無理やり中退させようとしてますからね。<laughs> ダメだってば。<laughs> 岩竹は解決だったのに。岩選手がいないから、もう宮本選手の人生が狂うかもしれないのに。ダメだってば、大学はきちんと卒業します <laughs> はい。そんな感じでもう、22時15分になってしまいました。はい。お疲れ様でした、はい。お疲れ様です。じゃあ、高値告知コーナー。 どん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 。はい。じゃあ、告知をお願いいたします。あの、ウラフトボール通信ウラレポを。ぜひ、よろしくお願いします。はい。いろんなことを、片局頂いてます。はい。合ってんだかどうかわんいはい。じゃあ、一応最後、じゃあ、あの、毎回で、はい、チャンネル登録、高評価、高評価最近、ちょっと追加させていただきました。あの、チャンネル、これからも、あの、高め。 川地さん、清水秀さんなどのライブやったりとか、あと収録系も、明日も頑張ってちょっと収録をしようと思ってますんであ。明日すごい収録なんだよな。はい、ちょっとその辺もお楽しみいただければなん、<え>ぜひどんな。どんな収録なの明日下手したら俺たち生きて帰ってこれないうそうですね、ちょっとね、違う、違う、違う違う,違う出るかもしれない。はい、あ,あとそうそう、裏レポでね、音声レポで、 の中の流れの中から、ちょっとまた、わっしょイ FC 東京担当の後藤さんと、わっしょい後藤と、ちょっと開幕前の殴り合いをしたいと思っています。はいいて,てきてください <izes. S 2>、はい、お願いします。余裕がありますので、ボコボコにされたらどうしよう。ネット上だけでも買っていきましょう、ネット上だけでも。ぜひ高評価も最近あの押していただけると嬉しいです。<う>はい じゃあ最後に一言ずつで、毎度ですけども、もいい <laughs> あの、高根雄一さんでいきましょう。はい。な,ない。<laughs> いや、高値からお願いします。はい。あの、本当に新体制で、やっとこうスタートしました。ねで。まだまだ焦らず行きましょう。本当に地に足つけて、一歩一歩階段を登っていくように、で、最後に一番上に行けばいいんです。ですから、うん あのゆっくり焦らずじっくりいきたいと思っています。ぜひとも皆さん、裏ラワレ支えてくださいよろしくお願いします。はい、はい、FC 東京サポも高評価ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> じゃあ最後、ユージさん、お願いいたします。高値の後がないよ、お前。<laughs> いいじゃん、これが締めで <laughs> あ一応あれです、あの、 告知で言うと、2月の26日、プレビューを、かおじさんとやるかもしれないという。うん、かおじさんとやるんだ。うん、はい。ちょ、あれ ?26? あれですね。あの、マリノス戦、マリノスど、どこでしたっけ川崎の試合の後ですね。はい。です。はい、はい。じゃあ、すいません。今日お時間、ちょっと長くなってしまいましたが、ありがとうございました。また、今後ともお願いいたします。高根また、ぜひ、お願いします。はい。浦和を支える覚悟でいきましょう。 はいお願いします勝ちましょう